ハードオフ大好きジャンクコーナー大好きワイでございます。今日はね、Xbox360 がついに330円になった話ですね。こういう感じになってます。赤ランプ点灯、動作見チェック。電源入らないため動作見チェック。電源ランプ赤点滅で映像出力できませんでした。トレイ開きました。読み込みやその他動作見チェックということで、この3点なんですけど、ついに330円時代が突入してしまいました。ちなみにここら辺のはまだね、あ、でもこれのはもう電源入り読み込みましたってやつだね。お値段ついておりますけど、まさかの330円時代突入でございますという話でした。プレステ3に関しても1100円が出てきたな。ジャンクにね、ネオジオが入ってる。3300円。7700円。まあ、ジャンクの値段じゃないね。カブトン欲しいなぁ。なんかトミカがちょっと入ってるんだよなぁ。ランボルギーニがなぁ、ちょっと良さそうなんだよなぁ。あとはね、まあ、ハマーは別に落ちてもいいんだけど、カブがね、これもちょっとね、状態がいいんだよな。あとこれも気になる、トヨタの SFR、 SFR って、ダイハツのね、コペンも気になるんだよな。こっちのはいらないんだけど、あとここら辺のもさ、カラフルなのも気になる。知識が全くないからさ、お買い得かが分かんない。まあ、1個110円って考えればお買い得はお買い得なんだろうけど、私の求めてるものじゃないんだよな。あとね、これも、まあ、車種はね、別に好きでもなんでもないんだけど、状態がすごい。これもね、状態すごい。欲しい車種ではないけど、お買い得だと欲しいんだよな。炭治郎買っちゃったよ。まあ、Xbox だけの動画を撮る予定だったんだけどさ、もういろんな趣味が混ざっちゃったな。ちょっとね、かなおちゃん迷ったんだけど、炭治郎にしました。それではご視聴ありがとうございました。ハードオフ大好き、オフハウス大好き、ブックオフ大好きはいいでした。コンティニュー。